アンナ・クルンプケは、アメリカ合衆国生まれの画家である。サンフランシスコで生まれた。両親はドイツ系の移民で不動産業者として成功した裕福な家庭に生まれた。姉妹に天文学者となったドロセア・クルンプケ・ロバーツ、バイオリニストのジュリア・クルンプケ、神経学者のオーガスタ・デジェリン・クルンプケがいる。幼い時代の事故の後遺症の治療をベルリンの外科医、ランゲンベック教授から受けるために、母親は姉妹たちを連れてベルリンに移り、アンナは18ヶ月の治療を行った。15歳の時に両親は離婚し、母親の妹が結婚して住んでいたゲッチンゲンに移り、17歳になった時、スイスのクラランに移った。何年か家庭で学んだ後、1877年に家族とパリに移り、人気画家のピエール・オーギュスト・コットに学んだ。1883年から私立美術学校のアカデミー・ジュリアンに入学し、トニ・ロベール・フルーリーやジュール・ジョゼフ・ル・フェーブルに学んだ。サロン・ド・パリに出展するようになった。1889年に巧妙になっていた女性画家、ローザ・ボヌールの通訳を務めたことから知り合い、肖像画を描くことを申し出た。ボヌールはそれを喜び、子供のいなかったボヌールのフォンテーヌブローの近くの邸宅に彼女のためのスタジオが作られ10年間共に暮らすこととなった。ボヌールが没した後、ボヌールの遺産の管理者となった。ボヌールの作品を国に寄付してローザ・ボヌール美術館の設立に貢献し、ボヌールの回想録を1908年に出版した。ボヌールの没後も画家として成功し、1904年のセントルイス、万国博覧会では銅賞を受賞し、1924年にフランス政府からレジオン・ドヌール勲章を受勲した。1932年からサンフランシスコで暮らすようになった。自伝を執筆し、1940年にメモワーズ・オブ・アン・アーティストとして出版された。サンフランシスコで1939年から開かれた国際展示会ゴールデンゲートインターナショナルエクスポジションに出展したのが最後の出展となった。ありがとうございます。